はい、生育水曜中がなびらユンタンジャ出番ですよの時間となりました。時計の針は11時を回りまして、6月の29日水曜日、旧暦のうちなぐ組では5月の28日となりました。はい、毎日暑い日が続きますね。昨日でしたかね、夜のニュースを、ね、見ておりましたら、まあ、この1週間、ね、過ぎた1週間ですけれども、熱中症にかかった方が国内でももう何倍も 4,5 倍あるということでね、話が出ておりました。沖縄でも、ね、かなり熱中症の患者が増えているということでございます。まあ、こんなに暑いと確かになと思ったりもしますよね。お車での、ね、移動も多いかと思いますけどもね、お買い物されている方々とか本当に大変だと思いますけども、よくある事件事故等がね、子供をこう車の中に置いて、ね、いてしまって熱中症でお子様が亡くなられたという事故がね、毎年こう、ね、ニュースとかで出てくるわけなんですけども、まあ、そういうことがないように皆さんもねお気をつけいただきたいというふうに思います。さて、沖縄気象台11時発表の天気予報ですけれども、今日の日中の最高気温32度ね、いや見る限りこう暑いですよ。はい、まあ、今日の天気も晴れ、夕方から曇りというふうになっておりますけれどもね、この暑さはまだまだ続くような感じであります。明日もね同じような状況でありまして、日中の最高気温は31度を予測しております。週明けからはね、予測の方もですね33度というふうになってますね。沖縄でもね30度を超えるとかなり厳しい状況になります。熱中症等をお気をつけいただきながらお過ごしいただきたいと思います。水分の補給、それから、一番ねクルーザーターがいいっていうねおじおばなんか言いますのでね、糖分もありますのでね、そういう意味では、ぜひ子供たちとかね、おじおばと一緒になってクルーザーターを飲めるのもいいんじゃないのかなというふうに思いますね。さあ、それではお送りしていきますユンタンジャ出番ですよ。今日もですね、ゲストを迎えての1時間ということでお付き合いをいただきたいと思います。お相手は中曽根智晴です。ゆだしくウニゲーサビラ。はい、お送りしていきますユンタンジャ出番ですよ。今日もですね、まあ、ゲストを迎えてということで、まあ、先週金曜日から私このユンタンジャ出番ですよの方ではですね、読谷村議会議員の皆さん方をお招きしてお話を伺っております。さて、今日のゲスト、早速ねスタジオの方に入っていただいております。今日のゲストはこの方です。はい、村民の皆さんこんにちは。そして、村外でもこの FM 読谷を聞いていらっしゃる皆さんこんにちは。ソベ出身の議会議員伊波敦司です。今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、議員もう11月ですね、はい、ご出演いただいた以来ということで皆さんお迎えしているわけなんですけれども、はい、今日は1時間であります。はい、ですよね、ゆっくり3回目になりますかね。そうですね、敦司議員はね、うん、3回目ですね。そうですよね、そうそうそう、うん、3回目、うん、3回目です。4回目、4回目。あ、そうですか。4回目、4回目。うん、30分で30分、何を話せばいいかなと思っていたのが、話をしたら短いなと感じて、はい、ね、そうそうそう、また1時間となったら、はい、少しプレッシャーですけれども、日頃思ってること、あるいは議会活動を通してのものを、そうですよ、うん、この FM 読谷の、はい、ラジオに乗せてお伝えをできればなというふうに思っておりますので、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本当にお忙しい中ありがとうございます。ぜひ、まあ、今回も6月議会もね終わったばっかりということもありまして、はい、毎度毎度お話しておりますが、通常であれば6月議会とのお話っていうのは、まあ、議会だよりが、大体3ヶ月後ぐらいに発刊されて、まあ、その中で村民の皆さん方各家庭に配られて、見ることができるわけなんですけども、まあ、今回はその6月議会を終えてすぐに全議員1時間19日間ロングランでですね、この番組でお伝えしていくということで、おそらく、まあ、議会読谷村議会歴史史上初の試みではないのかなと思ったりするわけなんですけどね。そういった面では中曽根社長をはじめFM 読谷のですね、はい、姿勢に非常に評価をしながら、ありがたいことですね。というのを今おっしゃった通り、うん、どうしても紙でこう読谷広報もそうですけれども、うんうんうん、議会だよりも
議会終わった中でこれだけ多くのこう問題があってですね、それを文字に変えて印刷をして皆さんの家庭に届けるというのはやっぱりタイムのこう少し開きがあるものですから、こういうような形でですね、取り上げてきたことをタイムリーにあの村民の皆さんにお知らせできる機会というのは非常に、私たち議会議員としてもですね、助かりますね。ありがとうございます。とんでもないです。もう本当にもうなんていうんですかね、本当に僕ねこの、仕事をしてすごい思うんですけど、議員の皆さんがだってもう議会の時だけがお仕事してるのかなと思ったら、もうそうじゃないもんだからですね、本当に忙しいことに気づいててですね、もうこういうふうに番組にお招きするのも心苦しいんですけども、もう本当に皆さんでも、ね、全教っていうんですか、議会の皆さん方全員揃ったの中での、今回の依頼に対しても皆さんご了解いただいたということで、全議員ご出演の予定でね、もう都合がつかない場合は交代もしながらですね、全員がこう参加いただいているということで本当にありがたく思います。また詳しいことはね、また先ほど淳議員おっしゃってましたけど、議会代理等でまたこの後発刊されるものでね、各家庭でご覧いただければと思いますが、とりあえず私たちはまあ紙には残すことはできませんけれども、即応性を重視して、議会を得られてね、今回皆さんにもいち早く村民の皆さん方に、議員の皆さん方がこれだけの時間かけてこれだけのことをやってるんだということをね、やっぱりお伝えしていきたいなと思いますので、どうか今日もよろしくお願いします。いえいえ、はい、よろしくお願いいたします。はい、さて早速ですけども、6月議会、今回は、淳議員の内容、一般質問のですね、通告書を私いただきまして拝見したところ、結構こう平和等に関わる部分、また基地に関わる部分というものをちょっと重要視して、一般質問出されているということもあって、淳議員昨年の9月の選挙の時にもですね、その前にいろいろこう、チラシ等、出ておりましたけれども、淳議員の子覚えてます？はいはいはい、はい、もう懐かしく思ってるんじゃないですか。いえいえ、これはもう4カ年通してこの負託を受けた身としてですね、 100% できるかどうかというのはまだあれですけれども、それに近づくように一人でも多くの声を、行政の場に反映できるようにということで、もう基本はもうこれで、4カ年通しようというふうに思っておりますので、その都度の問題提起なんかは、もちろんあると思いますけれども、ベースはそこでやりたいというふうに思っております。私もこれを今回はですね、昨年から大事に持ってですね、はい、皆さんとお話するときは、ちらりと見せながらですね、やっていきたいなというふうに思っておりまして、時々忘れるときもあると思いますので教えてくださいね。いやいやいや、でもその中で本当にこう平和の村づくりという部分に関してはもうね、上のトップ項目のところにね、掲げられておりまして、今回の一般質問もそこら辺の、ご自身の思いから、あるんだなというのを感じたわけなんですけども、さて今回の一般質問の中で、はい、一番最初のタイトルが平和村づくりの、推進についてってありましたけど、はい、じゃあこの辺の話を先に伺いたいんですけど、はいはい、今回の一般質問ではどのような内容で、私たちももちろん中曽根社長もそうですけれども、はい、戦後世代であります、はい、もちろん戦友の一産者というのは見聞きはしてる、聞いてはいるんですけれども、実際体験はないわけですから、そこの中で戦後66年という歳月が流れて、年々再々この戦争の実態をこう語ってくれる人たちが少なくなってきていると。 その中においては、私たち沖縄戦の地上戦が行われたところでも読谷というのは非常に重要なところで、位置づけをされている。その中での私たちが今生きている中で、じゃあ、語り継いで引き継ぐべきものはきちっとしっかりせんといかんだろうなというようなことでですね、一つだけ提案をさせていただきました。なるほどなるほど。でも今おっしゃるように66年という、この年月っていうのは、これから先もそうなんですけれども、やはり本当に実体っていうんですか、体験者っていう方々が本当にもう年々こう少なくなってくるという中で、いかようにしてこれを残していくかっていうのはもうとてつもなく大きな課題ですよね。これはもう我々一個人もそうですけど、やっぱり
今回の一般質問で出ているように行政側としてもやっぱり全体の読谷村全体を見る側としてもやっぱり何かしらの形で残すべきだろうということでの、まあ、ご提案だということで、具体的なお話としては、もちろん先だって各地域でいろんなことが行事が催されたと思いますけれども、6月23日の慰霊の日に際してですね、はい、私も蘇部の出身で、はい、蘇部でも慰霊の塔がありまして、うん、そこでは私たち蘇部の刻銘をされているのは434名でしたかね、はあ、その方々が刻銘をされて、あの悲惨な戦で、尊い命が失われたと、うん、そこの御霊を慰めようということで、そして二度とああいう戦争を起こしていけないよというような教訓もですね、うん、しながらなんですけれども、ぜひ今お話あったように、いろんな慰霊祭に向けての特集なんか組まれるんですけども、はい、日々私たちはそれを認識をしないといけないと、うん、そのための手法として、はい、漢方の消えぬ草という民謡があるんですけれども、これはもう蘇部の出身の比嘉光敏さんという方が、はい、作詞作曲をされて、そして娘さんたちの皆さんもよくご存知の、うん、デイゴ娘の皆さんが、はいはいはい、歌って、大ヒットをされて、うん、で今でも語り継がれていると、うん、そこのものをいろんな手法がありながら、ぜひともこれを形として残していけないかなと、はいはい、いうことで、その漢方の消えぬ草の可否を混流できないかなということで、はいはい、提案をさせていただきました。あ、なるほど。まあ、読谷では昨年から、サトウキビの歌の可否を混流しようということで、はいはい、まあ、実行委員会が立ち上がったり、読谷村でこう士気が高まってきているわけなんですけれども、まあ、そういう意味ではやっぱり可否とかそういうものにおいて、その後世に継いでいくという部分では一番こう形として分かりやすいですよね。そうでしょうね、うん、おそらくはそこから訴えてくるもの、うん、広がってくるものというのは非常に大きいものがあると思います ね、うん、ね、まあ、私たちは、まあね、あのお墓とかもそうなんですけど、亡くなったものをいつでも形として崇めていきたいという思いがあって、そういう、ね、ものを思いをこうなんていうんですか、形として表してるっていうんですかね、そういうのもありますから、ある意味その語り継がれていく、聞いたり歌ったり口頭で伝えていくことも大事かもしれないけど、やはり物と形になってその残して後世残していくっていう意味では、今回の漢方の消えぬ草っていう歌でも、その歌に秘められてる思いっていうものが一番伝えたいものでね、そうですね、まあ、今あったようにサトウキビの歌、うん、そこのものも実行委員会を立ち上げて準備が進められているようです、うん、はい、もうすでにざわわざわわというふうなね、こう曲が聞こえてくると沖縄戦というふうなイメージがあると思いますけれども、うん、 そうですね、まあ、それとまた違った沖縄、うん、内縄口でしか表現できないような私たちの思いであったり、あの当時の戦友の思いであったりというふうなものが、うん、この漢方の消えぬ草の歌の中、あるいは歌詞の中には私は込められていると思うんです、うん、でそういう意味では私たちがこう本当に引き継がないといけない、うん、ところがここにあるのかなというふうな思いですね、うん、ある意味まあ、あつさんおっしゃってましたけれども、その先ほどね打ち合わせの時にも言ってました、まあ日本語版内縄口版みたいな感じでのもう思いがあってもいいんじゃないかということを、ね、お話しされて、まさしくそう思いますよね。やっぱり本当にこう地元の人たちがその体験をして、特に比嘉光敏さん、そういう思いで、自分たちの言葉で歌を作り、それからそれをメロディーに乗せてっていうこと、そしてそれが確実に娘さん方に受け継がれていっているということであれば、これはあれですね、ソベとしてはソベがやらないとどこもできませんねこれ絶対アツさん、まさしくその通りだと思いますね。今現在、そして、その当時のこの実相というのを分かる方々いらっしゃるわけですから、はい、そういう意味ではソベから日本に発信をする、うん、そして世界に発信をするというふうな意味の、まあ、これ決して大きいことで言い過ぎではないと思いますのでね、そこのものをこう形にして残せないかなというふうなものを思っておりますね。なるほどね、はいはい、では、まあ、漢方の消えぬ草の会費を、ね、混流できないかという、ね、お話でこう盛り上がっているところなんですけど、一旦、一度コマーシャルをお届けしてですね、コマーシャル明けに実際に漢方の消えぬ草、デイゴ娘さんの曲をですね、
あ、そうですか、はい、今オンエアしたいなと思いますので、はい、皆さんにも一緒に、ね、聞いてもらって、今八幡市議の思いがどういうことなのかということがこの歌詞にも、同時に込められております。コマーシャルアートです。お送りしておりますインタンジャデバンですよ。一曲をお届けしましょう。デイゴ娘で漢方の消えぬ草。お送りしておりますデイゴ娘さんのですね漢方の消えぬ草をお届けしているわけなんですけども、まあ一番の歌詞を聞くだけでも僕なんかはちょっと鳥肌が立つというかですね、もう昔からずっと聞いて聞かされてきてる歌なので、まあ今回八幡さんがね、一般質問でお話しされたように、まあぜひこの歌詞をね混流するっていう思いはこの歌詞に本当になんか感じられますよね。そうなんでしょうね、うん、僕らはまたそれを感じないといけないんじゃないかなと思いますよ。本当に、うん、まあ、今頭で出してもらった、うん、若さる土地ね戦の湯だったよと、その若い時の若さる花の幸雄さんというようなもの、うん、本当にもうこれで込められてるんじゃないのかな、うん、しかしながらそこの漢方の消えぬ草という自分らをこう例えながら、うん、そこから本当に泥の中から立ち上がってというような歌詞もあるんですけどね、何にもない焼き野原の中から、うん、この今の沖縄の現状というのがあるわけですよね、うん、それを励みとしながら糧としながら今、うん、先人たちが、うん、頑張ってきたこの証だと思うんですよ、うん、そこもねやっぱり伝える必要があるんじゃないかなと思います。うん、この歌詞に込められているものっていうのは事実をしっかり伝えつつもそれを卑下することなく、そこから自分たちがこうすべきなんだっていうことをしっかりと歌い継いでますよね。私がもうこの先輩はお亡くなりになりましたけれども、うん、ある場所で話聞いたときに、はい、この漢方の消えぬ草の話が出ましてですね、はい、うん、淳自治わったうれな最後まで歌いさんどうというふうな話を聞いたことがあるんです。どうしてですか、ということを言ったら、うん、やはり今あの時の情景がすぐも頭の中によぎると、うん、
それで1番から5番まである歌詞なんだけれども、はい、本当に最後まで歌いきれないんだよというふうなね、うん、思いも聞いたことがあるもんですから、うん、まさしくやっぱりそういうふうに大切な思いが込められた歌だなというふうに私も感じております。でそれで今回 の、 あの6月23日私たち先ほど話しましたけれども、慰霊祭そべでありましたけれども、うん、まあ、すでに皆さんも新聞で見たかと思いますけども、ね、はい、あのデイゴ娘の皆さんが参加をしていただいて、うん、そしてその漢方のピエノ草を、はい、遺族の皆さんはじめ、うん、この400名余りの方々集められている慰霊の塔のこの中でですね、はいはいはい、あのこの敷地の中で、うん、歌っていただいたと、うん、やはりみんな参加した人たちは改めてこの歌の持つ重みであったり、うん、私たちのそべの過去の歴史であったりというようなものを再認識されたような場面でしたね。でも、まあ、こういう、ね、あのお父さんいわゆる遺作ですよね、うん、あのそれが今こうやって娘さん方の時代に小山子の時代にまたそのお父さんの思いっていうものをまた広めて改めてこう次の時代のためにっていうアクションっていうのはすごいこうなんかこう込み上げてくるものがあって、もう本当にそれを地域が作り上げていこうっていうのがソベックの思いがあるっていうことは、まあ、今後実行委員とかねあの作られてくると思いますけど、ぜひあのね読谷村みんなで沖縄県みんなでですね、まあ、応援していくべきことかなと、うん、あの本当に改めて思いましたね、はいはい、あのこれから今言ったように、うん、準備が少し進みながら、うん、ぜひ、形にしたいなというふうに思っておりますので、はい、またその時皆さんが何かまた協力できるところがあれば、うん、あればよろしくお願いいたします。はいですね、皆さんのご協力もよろしくお願いしたいと思います。はい、さて、やっぱりこうまあ、漢方のクエヌクサ、まあ、戦争のお話とかいうこともあって、まあ、戦後66年のこの海っていうのは私たち若い世代も本当に、まあ、これはもう苦しいんだけどもやっぱり同時に背負っていかなければならない私たちの歴史なので、大事にしつつもこの歌にあるようにそこからまた立ち上がる努力もですね、一緒に受け継いでいかなければならないものかなと思ったりもいたします。さあそういうお話の中で大変心苦しいことではありますけども次の質問に、はいはい、進みたいと思いますが、はい、まあ、関連すれば関連する話でありますが、2番目の厚木の質問の中にあの都立新施設のことについて、はい、まあ、都立新施設といえばもう新聞でもいくつかこうあの昨今話題がそういうわけなんですけど、その系統でのご質問で、はいはい、まあ、僕らソベの地域に住みながら、はいはい、今都立新施設があるところは黙認工作地ということで、米軍の陸軍の施設がこうやってるわけですけれども、はい、まあ、いろんな歴史のソベ史なんかを読んでみますと、うん、当時1951年頃に、はい、そこの今の都立新施設、私たち今現在では、うん、古すびというふうな名称で呼んでおりますけれども、はいはいはい、そこからやっぱりもうこれも戦友の影響ですよね、うん、立ち退きを命じられて、はい、現在の今の部落の方にあるわけですけれども、うんうん、そこの中で、昨今いろんな施設がまた新たに建設をされようとしていると、はい、非常に沖縄県の中においても、うんうん、米軍基地の在り方というふうなものは、各方面で話が進められておりますけれども、うん、そういったものでもですね、区民の皆さんあるいは私たちもしかすると沖縄県全体、はい、日本に及ぶかもしれませんけれども、うん、非常に懸念をするような、うん、場面が近々こう盛んにあるもんですから、はい、そこは区民の一人としてあるいは読谷村民の一人として、うん、議会議員の一人としてきちっと注視をしていかないといかないなというようなことで、うん、問題提起をさせていただきました。あ、そうですね、まあ、これはまあ政治的絡みも大きくあるということで、まあ、質問にもありました通りキャンプ付け欄内にある司令部の方のなんか施設が移設してくるという、ね、話がありましたけども、これは私がいわゆる昨日とも話が出ておりましたが嘉手納違法避難の、基地が、返還されるという条件下で普天間いろいろこう問題かかっているわけなんですけども、その意味である意味この嘉手納違法区の
基地が強化されるのではないかという問題の中に、読谷村のこの鳥居通信施設っていうのが、まあ、陸軍としての唯一の施設になってくるので、ここが強化される可能性って十分ありですよね。そうですよね。私もそのもので、やっぱりあの今政治的ないろんなものがありながら、うん、あの日米再編の、はい、メニューの中には、うん、そこは入ってはないというふうなお話もありますが、うん、しかしながら事実として、うん、新しい建物ができる、向こうから移ってくるという事実があるわけですから、うん、ね、確かに、そこはもうやっぱり懸念して、ね、心配をしておかんといけないなというふうに思っておりますね、うん、ある意味ですね、ある、まあ、もちろんそのなんていうんですか、位置が変わっただけというふうな見方もあるかもしれませんけど、我々地域の人間からすると、やはりそこに米軍が多くに、まあ、人が多くなるということも含めてですね、施設が増えるということはやっぱこれ間違いなく基地強化だろうというふうになってくるわけなんで、そこはまあね、まあ反対できるものなら反対したいんですけれども、もうほぼなんか確定の流れで動いてるという話。あの残念ながら、うん、そういうようなトップの政策という、というんですか、でしょうかね、うん、あの情報自体が完全に開示されないところがあるわけですよ。というのは、ね、今でもあのこの施設が移設をされるということは言ってるんですが、はい、じゃあこの規模が一体全体どれぐらいなのと、うん、そしてどの位置なのというふうなこともまだ詳細まで 100% 分かってないというのが現状なんですね、でそういうふうなものがあるんで、非常に、私たちも歯がゆい思いをしているというふうなところもあるんですよ。情報の開示ももちろん必要だし、もちろんそこの中には黙認工作地という前提のもとで、あるんですけれども、ソビ区民の農耕する場所がなかなか なくてですね、はいはいはい、そこで唯一生活の糧にしている方々がいらっしゃる、うん、ちゃんとした方向性も打ち出しながら情報というのを開示をしていただいて、はいはい、そこで、生活をし、そして、いろんなことが行われているわけですから、うん、こうすぐ急にですね、うん、あなたたちは出なさいみたいな感じでは、私たちまたそこはきちっと対処すべきではないのかなというふうに思っておりますね、うん、なるほど。今工作をしている場所に建てるわけですね。そうですね。ということはこれで、まあ、あの生計を建てている方も当然いらっしゃるわけですよね、はいはい、工作地なわけですから、はい、そこら辺の計画性、事前の通告みたいなものがなかなかこう受け入れられない。そうですね、我々にですね、向こうから、はい、なるほどね、まあ、でもその辺本当に、まあ、向こうは向こうさんでの流れがあるでしょうけれどもね、うん、やっぱりお互い、まあ、隣人というよくねフレンドリーなお話を彼らは、軍の関係者の方コメントとか出てきますけど、そういうところも含めてやっぱりしっかりとお互い同士で話し合っていける計画性も含めてですね、共通した情報共有が欲しいですね。あの、うん、非常に微妙な問題だと私も思っております、うん、どっちかというとそこの地権者の方々がいらっしゃって、うん、工作者の方々がいらっしゃってというふうなものが、微妙な、こう温度差とかそういうのもありますけれども、うん、きちっとしたね、先ほども言いましたように、うん、強化をされたら、それに伴って、事件事故等々もやっぱり懸念をされるわけですよ、うん、そういう意味では、対処すべきところはきちっと対処せんといけないなというふうに私は感じております、うん、はい、では一旦コマーシャルをお届けしてお話まだまだ続きます。
はい、お送りしておりますインタンジャー出番ですよ。この放送は地上波 FM78.6MHz、 そしてインターネットでもですね、映像を交えながら放送させていただいております。 FM タンのホームページで、そしてこの放送は録画を、しておりますので、後にまた私どものホームページでもですね、また見ることができます。ぜひ、後にご覧いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、お話、途中でというか、まあ、続きますけれども、まあ、そういう基地の強化という部分に関しては、我々はまだまだこの、読谷村に広大な、基地を抱えているとい う一つの村行政なんですけれども、まあ、そういう意味ではいろんなことがこう周りで起きているわけなんですけども、まあ、そういうのに対してもっと私たちは声を上げていかなければならないですね。ある意味この前回でのそのひき逃げ事件事故等ももちろんでしたし、まあ、県内でもたくさんあるわけなんですけどもね、少なからずとも基地縮小を願いたいもので、さあ、この今回まあ、お話ありました通りですけども、私冒頭にこういろんな記事が載ってましたよって話ありましたが、あの鳥ビーチで のなんか埋め立てですとか、はいはい、なんかありましたよね。埋め立てというより、石をですね、こう積んで、まあ、これも向こうで僕らが現場を調査をする中で担当の方もおっしゃっておりましたけれども、はいはいはい、赤土が、こう流れていくんだとか、土砂が崩れて海岸のですね、砂がさらわれていくんだと、そういうふうな状況を食い止めるために、その簡易的に石を積んでですね、これを歯止めをかけて、あるんだというふうなことでの説明であったんですよ。しかしながら私たちがこう見る中では、この簡易なものではないなこの、まあ、あの漁協の方々もいらっしゃっておりましたけれども、やはり向こうは大切な漁場があるところで、何らかの形でですね、それをやることによって、潮の流れが変わったり、あるいは自然体形態にですね、大きな影響を及ぼすんではないのかな、そういう懸念があって、少しこれはちょっとまかりならんなということで、抗議の意思を示させていただいたところであります ね。それも新聞にも、ね、載っておりましたので、すぐも、ね、村民の皆さん方、地域の方々、漁協関係者が、まあ、抗議に行かれたという話も、ね、新聞に載っておりましたけれども、やっぱりあれなんかこう新聞読みますと、そのビーチとかそういう海であっても、そのなんか基地のなんか施設範囲内って、そうなんですよね、そういうコメント書くから、法律が難しくてやはり、まあ皆さんよくご存知の、今いろんなところで毎日のように報道されて、毎年のように報道され、日米地位協定というものはもうよく耳にされると思いますけどね、いろんな部門であるわけですよね。でこの一時裁判権、交通事故を起こしたにもかかわらず、日本には裁判権がないと、今も争っているところもありますけれども、この部分というのも、基地を提供している提供施設内だと、海岸沿いはですよ、ある一定の距離はそれだから米軍が作っても、まあ、何も言えないと言ったらおかしいんですけれども、ちゃんとこのリポートをする必要があるという、一定のルールはあるんですけれども、そこに対してやっぱりなんで日本だのにうちなだのによというふうな思うのは、まあ私一人ではないと思いますけれども、いろんな部門で高い壁が設定をされているということはやっぱり目の当たりに、します。もう歯がゆいですね。そうですよね。ただね、まあ、歯がゆいからといってですよ、例えば俺茶聖人ってもう立ちかんのものぬが日米地位協定ぬんちんちっていうことで、それでもうなすむなすむさなって一日手間っていうふうなことがあるとですね、やっぱり行っても意味がないというふうになってしまうと、もう逆にこうやりたい放題させられてしまうっていうのありますよね。そうですね。私たちは、まあ、各沖縄県他の、各市町村レベル の、議会の中でも、議決をしているところはたくさんあるわけですよね。この日米地位協定の、まあ、以前でしたら運用改善とかそういうような、表現もしておりましたけれども、もう抜本的に、ね、改定をせんといかんよと。最近では抜本的という言葉がね、私たち主権国家でありながら、そこが届かないというふうなものはね、まあ、繰り返しになりますけれども、
なんでうちなんなのにと日本なのにというふうなものがあるもんですから、うんはいはいまあ、これはもう、 こういついかなどきでも、うん、私たちはこう気持ちの中に持っておきながら、うん、そして行動をきちっと表すということも大切なことだというふうに思います。とにかくあの爆音訴訟に関してももう大マンモス訴訟団ということも大きく全国で取り上げられてですね、まあ、我々あの次もそべで私も富谷で、ね、すぐ近くなの で、はいでね、一緒なんですけど、とにかく最近またやたらうるさくありません？夜ヘリとかね、そうですよね、海岸線ひっちり飛んでるから、はい、いたのそうかって言ったから、本当にうるさい。もうとにかくね、あの防衛施設局がこう金に来ましてね、はい、あの本当にありがとうございましたよ。もう皆さん窓開けて仕事してもらえませんかって言いたいぐらいですもん。なんでクーラーかけるのと。もう本当に僕この FM 団の電波を本当にね、防衛施設局の皆さんが聞いてほしいなと思うぐらいなんですけどね、とにかくねうるさい。私たちこのスタジオもですね、こう飛行機がたまにこう旋回の時通ると今放送載ってないかなと思うぐらい、大きな音を、ね出してこう通過する場合がありますけど、まあ、そういう意味ではとにかく、まあ、まあ話せばもうどんどん長くなってきますが、はいはい、いずれにしても、まあ、私たちの身近なところでこういうことが起きているっていうことを、まあ、ある意味今回アスキンが、まあ、議会でも、こう提示することによって記録としてしっかり残そうという思いと、また皆さんその方々にもこういう場所なんだということもあのお伝えする意味での、まあ、一般質問でもあったかなと思うわけなんですけども、行政側としての反応はどうでしたか？その質問として、もちろん、私たち読谷村というのは、昔からこの村制、100周年を過ぎてですね、以前から歴史的な背景を踏まえながら、平和行政というのは、うん、あの非常に関心を持って取り組んだわけでありますね。で、そういうふうな意味では、行政側もきちっとした、ルールはあるにしても、私たちの立場を、訴えていこうというふうな同じスタンスで動こうというようなことでありますので、今回私たちが議会で決議をし、トリステーションであったり、あるいはこの領事館であったりというところに、抗議の意思を示した中でも、行政側も石峰村長あるいは池原副村長が一緒に同行しながら、同じスタンスで、訴えてきたというふうなものもあるもんですから、ぜひそのあたりも私たち村民の一人として、あるいは沖縄県民の一人として自覚を持って、行動もする必要があるなというふうに感じております ね、そうです。私たちも自覚を持ってですね、ぜひ行動しましょう。はい、というわけで、まあ、話また、次のですね話題にちょっと切り替えていきたいなと思いますけど、はいはい、すいませんね、取り留めなく申し訳ないんですけれども、さて、ちょっと気になるのが、前回ご出演の際にですね、足利の就労支援のセンターを作りたいと、はいはい、そしてまた、まあ、先ほども申し上げましたあの選挙の時のですねフライヤーにもですね、雇用創出と産業の観光振興というタイトルの中にぜひこの就業支援センターの設置を取り組みたいというようなことを強く書かれているわけなんですけども、はい、この辺の進行状況はいかがですか？以前にも、ここでお話をさせる機会の中で、そのことをお話をさせていただきました。思い自体はやはりもう、就職なんで、特に沖縄県は全国の倍近くもある失業率、そして若年層の就職率というのはまたそれも、まあ、大体総合で 7% から 8% 前後ぐらいを失業率、沖縄県ですけれども、年齢の若い人たちはそれの倍もあるだろうと、ですから14%から 15% ぐらいの失業率ということでは大変じゃないのと、それを何か手助けをできる方法があればなということでのものでですね、今ハローワークなんかはこうあるわけですけど、これなかなか沖縄県全体をカバーするということではなくて、これだけの方々が失業者がいるわけですから、このスペースも限られた中でですね、十分な情報が得られないというふうなもので、これを読谷バージョンでどうにかして読谷村の役場でできないかというようなことを提案をさせていただいていたんです。それでいろんなことの行政側も研究をし、じゃあこれ進めていこうというふうなことで、3月議会、要するに23年度の予算で、この環境を整えようということの予算が、まあ
そんなに大きい予算ではないんですけれども、うん、スタートを、うん、承認を得られました。先だってお話を聞きに行った時にまだ具体的に、うん、設置はされてないということで今準備を進めているというふうなことで近々にですね、その就労センター、就労を応援する環境が整うというふうな話であります、はい、じゃあまずはもう一歩進みましたよというところまでは来たわけですね。そうですね、はいはいはい、現在は今までもハローワークでこう情報が得られる週1回の紙ベースのですね、情報は役場の1階の入り口の近くに、はいはい、たくさんこう掲げられているところにね、各部門別にですね、案内所の隣ね、はい、ありますね。結構あれも求める方々はたくさんいらっしゃるようでですね、はいはいはい、それの、ね、もっとバージョンアップしたものをパソコンで見れて、うんうんうん、はい、でそれでおのおのマッチングを、うん、させることによって、うん、少しでもこの失業の、うん、解消に、はい、就労の支援になればなというふうなことでの進め方になるみたいです、うん、なるほどね、はい、まあ、確かにユミタン村においても本当にまあ、ユミタン村内の失業率っていうのは分からないんですけれども、確かに、まあ、ハローワークに通ってるとかいう方々の声っていうのはやっぱり聞こえてきますし、私たちの場合は大体沖縄市に行かれるということなんですけども、沖縄市のそのハローワークの方でもたくさんの方々が本当にいらっしゃって、私も一時無職でありましたのでそういう経験がありますが、本当に時間も制限でですね、この検索をしたりとかいうのもまた相談をするのもですね、本当にたくさんの方々がいらっしゃるので、こんなたくさん仕事がないのって本当に改めて実感するわけなんですよ、まあ、そういう意味では、まあ、読谷村4万人の人口をやっぱりおるわけですから、少なからずともそういう方々もいらっしゃるという意味では、まあ、近くにこういう検索業務ができるとか、あるいは読谷村内だけのまた、就労支援みたいなものができるといいかもしれませんね。そうですね、これだけやっぱり企業、ね、自営業もなされている方が多いわけですからね、うん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 、そういう意味ではまた、今中曽根さん言ったようにですね、はい、この環境を一つずつ整えていくことによって、うんうん、いろんな方法がアイデアが膨らむだろうというふうなもので、まさしく読谷バージョンのハローワークということで、うん、こう畑をやって菊作りが盛んですから、うん、その時期の短期的な人手をというふうな時にはまたぜひ中曽根さん、この FM 読谷の電波にも乗せてですね、はいはいはい、そういう方法もまたあったら、こう、ね、まさしくタイムリーな情報として、これも法的ないろんな制約というのは今抜きにしてですね、イメージ的にね、そうです、そうです、はい、そういうのもがあればまた迅速にこう対応して短期間、うんうん、あるいはここまで来る時間的なものも制約も省くというふうなものもですね、できればと、まあぜひともまたアイデアがあったら知恵を貸してくださいよ、はい、ですね、確かに、例えば朝の番組とかでね、今日9時にどこどこに集合して、宇治勝ちやりますよって、ニットいくらですよとかね、先着5名様みたいなね、そういう、まあ、情報がどん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 発信できるようなものができると、まだ、活気も出てくるのではないのかなと思ったりもしますけどもね。あんま過去にそうそう、この話した時に何だ、ティガネサービスでした、その話しましたよね、そういうのね、はいはいはい、ああいうのも本当できたらいいなと、まあ、いつも番組では話びかしいったやと思われるかもしれませんけど、でも今回足議員はね、一つ一つそういうふうに行政と協力しながら、またできましたよっていうこともねご報告いただきましたので、ある意味これがまたもう一つね、次のステップで、こういう、地域の皆さん方の就労を支援するところが行政と一緒になってできるっていうことではね、どんどんまた情報もオープンにできればいいなと思いますね。ぜひそこのものまだ具体的にどこに設置をされてどういう規模でというのはこれからなんですが、近々にこう整備をされるというふうなことを聞いておりますので、おそらくは読谷広報であったり、あるいは違う方法でですね、村民の皆さんにお知らせをする機会があると思いますので、ぜひともできた時には活用してください。はい、待ってます。
送りしておりますユンタンチャ出番ですよ、まあ、先週から読谷村議会議員の皆さん方をお迎えしてお話を伺っております。本当にねこうロングランなんですけどもね、お一人ずつ、まあまあ、それぞれの議員の皆さん方はもう常頃から議会活動っていうものをなされておりますので、そういう意味では、その情報もお伝えしながら村民と情報が共有できる場所として1時間ね、どんどん使っていただきたいなということで、今回のインタンチャー出番ですよは読谷村議会議員の皆さん方をお招きしてお話を伺っております。今日は、村議会から矢敦議員をお迎えしております。さあ矢敦議員、まあ、あの前半はまあ、平和構想の話からちょっとこう、はい、大きく振ったかような感じで、はい、まあ、基地問題になってしまったんですけれども、まあ、後半はでもまたあの就労支援等のお話が、ね、ありまして、こう着実にこう一つ一つ、まあ、村民の皆さん方の中に、浸透していけばいいかなと思うわけなんですけどもね、一人でも多くの方々が、幸せになれるように、そういう一つ一つのアクションがあるわけなんですけども、まあ、ちょっともうエンディングなので、はい、ちょっとリラックスしながらという思いもあるんですけども、同じようにその就労支援と一緒にあの子育て支援の話も前にされてたと思うんですけども、はいはいはい、あの読谷村では、今年からでしたかね、あの認可保育とかも、はい、あの増えたということもあって、はい、喜ばしい限りなんですけど、今またあの矢敦議員の方が今後こう見ていきたい、注視していきたいというところはどういうところですかね。やはり先ほど話もありましたように、村民が4万人に達成をしました、うん、はいはい、やはり私たちは若いお父さんお母さんたち、あるいは子育てをする環境というのは、うんうん、子どもは宝でありますので ね、 そうですね、これからのいい人材を育てる意味では、うん、ちゃんとした環境も整える必要があるだろうというようなことで、はいはい、私は今後も今までも取り組んできましたけれども、うん、産業観光それとまた別にしてですね、うん、今の雇用の話もありましたけれども、うん、子育ての部分でも、うん、応援をしていきたいな、実際私も今、はい、その子育てをしている最中でありますので、うん、その一つの中には、はい、やはり学童保育もこうちゃんとした形を整えながらできないのかな、うん、あるいは今小学校の中にある幼稚園で、うん、はいはいはい、幼稚園終わった後の預かり保育というのがやってますよね、ありますけれども、うん、そこの充実というのもできないのかな、うん、具体的に言いますと今、各幼稚園で25名の定員を設定をして、はい、幼稚園が終わった後時間が6時までの時間帯で預かり保育というのが行われているわけですけれども、うんうん、そこの現状もですねもう少し拡大ができないのかな、うん、例えばその人数の拡大であったり、はい、そして時間的なもう少しの延長であったりというふうなものが、ね、できないのかなというふうに思っておりますね、うん、確かに時間という部分に関してはやっぱり若いお父さんお母さん方っていうのはまあ、5時に仕事終わるっていうのはなかなか一般のサラリーマンでは少ないわけですよね、はいはいはい、まあもう勤務は確かに5時かもしれないけどやっぱり残業していくっていうのが当たり前でやっぱり会社とのやっぱり関わりっていうのがあってどうしてもこう仕事優先になってしまいがちっていう部分があるとなるとやっぱり6時までとかなるともうちょっと厳しいかなと、ね、いや仕事もあるし子供を迎えに行かないといけないし会社の人には変な顔されたら変な私みたいなのがありますよね、はいはい、そういう意味では今おっしゃるようにやっぱりそういう、拡充っていうんですか、はい、今の現状もう少しこう緩和していけるようなことも確かにあってもいいかもしれません、ね、子どもたちっていうのはやっぱり非常に、うん、吸収も早いんですけれども、その間ちゃんとしたこう、うん、環境を整えて、うん、してやらないとですね、はい、今、小学校1年生プログラムみたいなね、小学校に上がった時に、うん、やはり環境になかなか慣れてなくてというふうな、うん、こうものもあるらしいですから、はいはいはい、そういう意味では、うん、私は、まあ、その預かり保育幸いにして私たち沖縄県の、うん、教育事情というのはよく言われる大和で言われている幼保一元化ということではなくて、幼少をきちっと、うん、幼稚園と小学校を連携してやるべきだろうと、うん、過去の長い歴史の中から言ったらですね、うんうん、そのためにはこの幼稚園で行われる教育というのは非常に大切なところじゃないのかな、まあ、財政的なものも伴うところだと思いますけれども、うん、この
若いお父さんお母さんたちが村外に出て働いて、うん、6時だったら今言ったように少し厳しいところがあるもんですから、はい、それを少し延長することによって子どもたちが今そのままこう同じ場所で教育を受けられるというふうなことで、うん、精神的な安定、含めて、非常に、はい、これからまたやっていくべきところじゃないかなというふうに私は思っているわけですよ、うん、そういう意味で、今後そういう提案もさせていただきたいなというふうに思っております、うん、ですね、また行政からして僕はいつも思うんだけどやっぱりこう、まあ、公民館を活用したりとかいろいろこう提案はあると思うんですけれども例えばお隣の増進センターであったりとか、また図書館であったりとか、美術館博物館そういうところが、まあ、今だいたい4時半から5時とかいう時間帯なんですけどもある意味そういうところで子どもたちを支援するプログラムみたいなものがその6時台までとかですねちょっとこう延長すればできるようなものがまた別の地域で作られるのもあってもいいのかなと。例えば月曜日だったら増進センターで体育的なこうなんか関わり、火曜日だったら図書館でとかいうようなもので、そういうなんかプログラムがこうその中で出来上がるとある意味別の形でのこう子育て支援ができる方法があるかなと思ったりもしたんですけどね。おっしゃる通りで、うん、各、まあ、いくつかの公民館でわんぱく広場といって、うん、放課後をこう預かってね、ありますよね。まさしく地域のこの先輩の皆さんたちが一緒になって、うん、宿題をやったりあるいは昔の遊びを教えたりというような環境はあります。私はそこの中でいろんな選択肢があっていいと思うんですよね、うん、そうですね。でそれが選択肢が多ければ多いほど村民の立場でじゃあ私たちはこの環境がいいからこれを選ぼうとか、うんうんうん、というふうな一つの選択肢として私今さっき言ったみたいの、幼稚園でのものはもっともっと拡充をできるような素地は十分あるだろうと、うんうんうん、そうですね、そしてお母さんたちも今言ったように選択肢があるからそこを選ぼうと思っても時間的な制約があるんで、うんうんうん、もうしぶしぶ断念をしていると、はい、申し込みをしないというふうな場面というのも私も実際に、お話を聞くもんですからね、うん、その環境を整えてあげることによって、うんうん受け皿を作ると、うんうん、そして選択をしてもらって、うん、各々生活のこのパターンに合わせた子育てを、はい、やっていくということも私は大切じゃないかなと思いますね、うん、はい。いやでもね、とにかく一人でも多くの方々が、本当にこう読谷で、住んでてよかったなって思えるようなそういう村づくりができるといいなというふうに思います。まあ、今後もまた、ぜひあちぎんこの子育ての目線で大先輩方議員が多い中で子育ては少ないと思いますから若い議員の中でぜひそういう目線もまた含めながらですね、どんどんこう議会等で、いろいろなお話ができてもらったらいいなと思いますのでまた機会見つけたらこの FM タンでもよろしくお願いします。はい、非常に1時間というもので心配をしておりますけども、はい、いいぐらいですね。じゃあパーソナリティできるんじゃないですか。いやいや機会があれば、はい、ありがとうございます。またおいおいですねまたそういう形で議員の皆さん方どんどん出てもらえるような環境を整えられたらいいなと思っております。今日は、読谷村議会から矢厚議員来ていただきました。お時間本当にお忙しい中ありがとうございました。はい、どうもお世話になりました。ありがとうございました。お送りしてきましたユンタンジャーデワンですよ。毎日毎日こういう形でですね、村議会の皆さん方お招きしております。もう議員の皆さん方村民の、代表として、行政と協力をしながら、また行政をワッチする立場でもあるということもねお話の中で伺いました。また明日もこの時間にお会いしましょう。
かけるアコードよ、いざ行け進行線で、エルテムよ見た78.5、78.6